お疲れ様でですすどうも持田聡役下野博ですはいということでですねえー、今回コープスパーティー、えー、ブラッドカバーリピーティッドフィアーのまあ続編というかですね第2章、えー、コープスパーティーブックオブシャドウズはい、えー、こちらの方ですねえー、プレイしていただきまして本当にありがとうございます。 ということで、えー、今回ですねあのー、まあ僕はですねあの新たに収録した部分というのの、えー、収録が終わったところなんですけれども、まあ、今回はあのー、いろいろとその実際にゲームが、えー、ゲーム本編が始まる前の、えー、お話ですねユイ、えー、先生とまあちょっといろいろ何て言うんですか そういうまあなんかね淡い感じのなんかそういうのがちょっとやってて少し僕もねあのなんか恥ずかしくなっちゃったりとかそういう風になった感じのまあそういうね、まあ、全然そういうふうなこともないんですけれどもねまああの今回結衣、えー、先生が風邪ひいてその結衣 <laughs> 先生を、えー、看病することになった、えー、聡くんということでまああの本編は本当にですねえー、まあ 怖いというふうな、えー、本当に怖い印象があったりとかしますけれどもね、えー、結構僕もファンレターでいろいろとあの本当に怖くてですね、えー、まずオープニングを見た段階でもう電源を消しましたっていう人もいたぐらい本当に、えー、怖いものになっていますけれどもまああのこの結先生との、えー、このストーリーは、えー、全く全然そういうふうなこともなくまあ新キャラクター が出ててきたりととかそういういうなことに関してですねまああのちょっと触れていたりだとかまあどなたでもお気軽にやっていただける話になっていたのではないかなって思うんですけれどもね。でもおそらくこれゲームクリアしないと出てこないとかそういうふうなことですよねきっとね。ねなのであのこれを聞いている方はね頑張ったんじゃないかな。はい ね、怖がりながら頑張った人もいればもうすごく楽しみで頑張った人もいたんじゃないかなと思います。なのでまあどちらも含めて本当によく頑張った偉かったぞなんだこれは。ということでえー、まあねあのー、まだ、えー 1>, 1回しかプレイしてないという方もきっといるのではないかなと思いますので、えー、そういう方はですねほんと何度も何度も遊べると思いますので何度も何度も遊んでいただけたらなと思いますそして怖い人はちょっと1周目やってあー怖かったなって思った人はですね友達と一緒にプレイしてみてはいかがでしょうかということで、えー、今回はこの辺でまたお会いできるのかなどうなんだろうな ねえ本当に僕としてはまだまだ続いてもらいたいのですがということで、えー、僕も楽しみにしておりますので皆さんも楽しみにしててくださいということで餅田さとし役下野ひろでしたバイバイナオミ役の佐藤里奈です皆さんゲームプレイお疲れ様でしたなんじゃこりゃって言ってるんじゃないかなと 私は思うんですけどいかかがでしたか、えー、演じている私としましてはですね聖子がずっと死んでですねもうどうにもこうにも悲しい気持ちに愛になりました。えー、っと収録ね、えー、っと私の前がさとみん新井ちゃんがやっていてあのすれ違った時にですね「ずっと死んでた」みたいな「泣いたよ本気で」って <laughs> 言ってて <laughs>。 私もだよっていう話を、えー、したぐらいなんか私たち救われなかったんですけどどういうことなんでしょうね。ねえ。ということで次回はなんかこう救われる話があったらいいなぁなんて思っています。<laughs> まあでもあの緊迫したね。あのー 状態演じられるものではなかなかないのでそういうものを演じられるのはすごく楽しいのですがちょっと最近救いががななさすすぎるよような気がねねししたりしますよ、ねえー、次回も何かこうねあのまだ物語続いてますからねどうなるかわ、えー、からないんですけれども皆さんも楽しみに待っててください。というわけで直美役の佐藤里奈でした皆様。 大変お疲れ様でしたえー、み役の今谷紗美ですねー、またテンションの低い季節がやってきましたよ私こういうコメントとかお願いされてこんな低いテンションで喋ることあんまりないんですけど <laughs> だって低くもなると思いません 私この台本をいただいて収録日いつですっていうのをね聞かされてすごくやっぱり「コープスパーティー」は私もすごく大好きな作品で自分でも前回のね前作「コープスパーティー」えっ、ーえー、と「BR」をですね <laughs> 略したクリアしたわけですよ頑張って泣きながらなんですけれども、まあ、今回もきっと怖い話なんだろうなと思って覚悟をして台本を読んだわけでございますそうしたところですねあれあれ 木戸先生あの途中までしか台本ないですけどこれってひょっとしてあきっと2日間収録抑えられてるから1日目までが今日もらった分で2日目はこっからまたあんのかなと思ってきっとこれでまたね今度こそねあゆみちゃんたちが全員幸せにならなかったじゃないですか前作で。だからきっと幸せになるんだろうなと思ってやったやったと思ってよかったなかったことになった、ね みたいな「感じにななななるのかと思ったたららいいみちょっと待ってそこで終わっちゃうの <laughs> !えー」みたいなだから「え!」みたいなこう収録前に一応聞いてみたんです今日今回はこんな感じであゆみちゃんの最後は「うぎゃー!って」で終わりですかって言ったら「終わりです!」って笑顔でねあの優しい笑顔で先生がおっしゃるわけですよ。 どんだけ下道だけと <laughs> まあでも「コープスパーティー」といえば PC 版からねこう次回に期待させるような引きがあるというので定評のあるゲームだったのでそういうことなんだってね後から気づいたんですけれどもせめてねこれがある意味トゥルーエンドなわけですよあゆみちゃんルートとしては最後「ピヤー」が。なんですけどあのバッドエンドでいいから。 なんか全部歩みが忘れられらるルートとか作って欲しかったよねなかったことにできるルートみたいな <laughs> 呼吸対策みたいなのがね欲しいなーってほんと思いましたあのコープスパーティーの台本をいただいてからより一層私もあの妄想壁が悪化しておりましてですね今日もあの収録前に玄関を出る時にあのドアノブのとこに手をカチャッてかけた瞬間にですね一瞬にしてなんかドアの向こうに人がいるような気がして その後の後まだドアは開けてないんですけどその後を全部妄想しちゃってガチャって開けたらその隙間から顔にこう血がブワーって流れた女の人が「うわ!」って入ってくるのを想像して「ドアが開けられなくなくったんですよね <laughs> 怖<ー>い! <laughs>」みたいな <laughs>「どうしようでも行かないと遅刻しちゃう」「開けるの、うん、<laughs> みたいなのがあの1年経ってまたこの興奮を味わうことができて、まあ、ある意味幸せかな <laughs> なんて思う 今日この頃でございますはい、というわけでもう明らかにこれはもう続編が出ないと困りますじゃないと誰も浮かばれません <laughs> みんなプシューってなったりブギャーってなったりゴーってなったりブギャーってなったり,っったりどんなやんねんみたいなところなので早くねみんなが笑顔になって幸せになれる日が来ることを私も切に願っておりますそして今回も私あの歌い手として えー、オープニングとエンディングに参加させていただいておりますのでこちらも、えー、実はこの収録のもうちょっと先に、えー、歌取りがありますので。 頑張って歌いたいななんて思っておりますなのでそちらもみんな好きになってくれたら嬉しいなぁなんて思っておりますえーなんかこのコメントは好きなだけ喋っていいって言われたんであとなんかじゃあ5時間ぐらい喋りますかって言ったら一瞬スタッフがみんなはははって苦笑いしたのでそろそろこのあたりで締めさせていただきたいと思います <laughs> はい。 またね次,次回作がいつ頃になるか私もちょっとわかんないんですもう次回作ある程度ね, <laughs> ね。ねえほんと困りますよ。なので早いうちに次の段階を知りたいなと思っておりますので皆様からの、えーえー、ゲーム会社さんへのプレッシャーを切に切に願います。はい、<laughs> というわけであゆ、えー、み役の今谷さみでした。また会いましょうバイバイ コープスパーティー、ブックオブ・シャドウズをお楽しみいただきました。皆さん、ありがとうございました。そして、こんにちは、持田ゆかです。えっと、本当に、本当に怖くて、ゆか、何度も何度も押し込む。<laughs> で、では、ゆかからクリアしてくれた皆さんに、 おめでとうプレゼントです。えっと、この日のために、いっぱい練習しました。えっと、どうか、聴いてください。歌です。う、う、う <coughs>、赤く染まる、祈り、あれ、あ、お兄ちゃんが呼んでいる。あそれでは、ありがとうございました。さようなら。 えー、皆様どうもお世話になっておりますえー、良い子じゃないよ、成子だよでおなじみ新井さとみですいやー、へっへ <laughs> 今日初めてあの、あのダミーヘッドっつうんですかあの、頭に向かって喋ったんですけどねいや彼ね顔はこうね、つるんと何もないんですけどね 彼ね耳がねちゃんとあるんですよね。ちょっとねあの丸めのね肉厚な感じでしたね。あのそれに向くてこうこうはーってこう何度も息を <laughs> 吹きかけます。 <laughs> 皆様お楽しみくださいあのストーリーの方をもちろんメインにお楽しみくださいというわけで新井さとみでした皆さんお疲れ様でしたええー、y 役の中村祐一ですいやークリアをしたそうで、えー、どうでしたか一本道で行けましたか それとも、いろんな人がいろんなことになっちゃうパターンを見たんでしょうか、えー。もし見てなくてですね、まあすんなり、割とすんなりいけちゃったなっていう人はですね、やっぱり全部見てほしいよねっていうところがありますから、えー、僕だけじゃありません。すべての、あいや違うな。何人かはね、そんなに激しくやってないんですけどね、えー、まあ僕らなんかはね、割と激しめの、 シーンちょっとショッキングなねシーンをたくさんやってるんでねそういったところもぜひ含んで楽しんでいただければいいかななんて思っておりますんで、えー、何度も遊んでみてもらえるかなはいどうもありがとうございますそれではまた <laughs> クリアおめでとうえ朔、ー、太郎役の かけらてつやです、えー、大変お疲れ様でございました、えー、そうクリアねとりあえず、えー、皆さんした、えー、ということなので、えー、本当にあのー、この怖い怖いシナリオをよくぞよくぞ一人で えー、あの暗い部屋でヘッドフォンを、えー、しながらクリアしたなと耐えられたなと思います怖くて怖くて、えー、あのシナリオを読みながらもこれ多分プレイされてる方々はあのー、一人やると聞怖いんだろうなと思いながらもなおかつですねお芝居でできればもっとその怖さを、えー、表現できればなと思って、えー、全力で 今回作太郎、えー、再び演じることをすごい喜びとしながら、えー、演じさせていただきました、えー「コープスパーティー」本当に自分自身もあの大変ファンなので、えー、ぜひですねこの作品、えー、次へ次へとまたつなげるようにですね、えー、皆さん何回も何回もこれをプレイして、えー、次回作なんかね、えー、できればね絵が動いちゃったりなんかしたりとかね そういういのをぜひあの目標にして我々も頑張っていきたいなと思いますので今後ともコープスパーティーをえーよろしくお願いしたいなと思いますそれでは皆さんまた会う日までお疲れ様でしたコープスパーティーブックオブシャドウズをプレイしてくださった皆さんどうもありがとうございます鈴本役の由かです皆さんプレイしてみていかがでしたか、えー、真由としても 何理由かとしても久しぶりに本当に背中がゾクゾクする感じを私も味わいました <laughs> 皆さんもぜひ何度もプレイして楽しんでくださいねお疲れ様ですししどゆいやらせていただきました沢城みゆきです、えー、本編楽しんでいただけましたでしょうか私はですね えー、多分自分でやることはないと思います。やることはないというかやれないというか、えー、皆さんこれいつやるのかしら夜やるのかしら日が出ている時に確かにやっても何でしょうやっぱり面白くないんですかね夜。 こう後ろを振り返りながらやるのが面白いんでしょうか。えー、私はちょっととてもこれやれそうになくてですね、えー、感想を聞かせていただけたら嬉しいなと、えー、思っております。あの学校っていう空間は怖いにせよ楽しいにせよあのとっても好きな空間であの想像しながら廊下を走ったりあの暗い階段をこう一人 パタパタ上がって行く感じのこう何とも言えないあの学校の匂いを感じながら、えー、久しぶりにやるのはとっても楽しかったです。えー、今度はですねもうちょっと怖くないので、えー、また学校のお話、えー、携われたらいいなと思います。ありがとうございました。 皆様、こんにちは。おはようございます。こんばんは。さえのきなほ役の四モタイノです。いやー、プレイしていただきありがとうございます。いやー、あれですね。きっと、あの、ブラッドカバーリピーティットフィアーの方をプレイなさった方は、びっくりしたはずだと思います。まさか、あのなほちゃんが、 こんなキャラクターだったなんてと、私も台本をいただいたときにですね、とてもびっくりしまして、はワワはワはハはワしまして、そのツイッターで、あわわわわってつぶやきましたら、いや、そんななんかその、なんか、なほさん普通だったと思いますけど、みたいなちょっと意地悪をされ、今日現場にはですね、うわ、どうしよう、こういうの、このなんかその、 にゃんにゃん感じはどうやって出せばいいのかと悩みながら収録に挑んだんですけれどもどうだったでしょうかねあのお仕事とかは真面目にあるクールな女の子ですけれども友達の前ではなんかこうにゃんにゃんしていてちょっと自分に似ているのかなと思うところがいっぱいありましてなんというか多分このえっとブックオブシャドウズのなほちゃんは 私なんじゃないかと思うくらいあの似てるなと思うところがありましてなんかあの前作のブラッドカバーリピーデットフィアの時はほんとなんか頭が良くて憧れの女の子だったんですけれどもアロマン そんななんか遠い存在のなほちゃんが私に寄ってきてくれたまあみたいな感じでしたでもそんな可愛いらしい女の子女の子らしいなほちゃんもあの気に入っていただければ嬉しいなと思いますそれではまたまたいっぱい遊んでくださいねじゃあバイバイはいきざみゆうや1 0の杉田智和です 最近ですね、お風呂の電気電灯のスイッチをポチッって入れたらパーンと吹っ飛びましてですねダークネス風呂になっちゃったの。でも一応部屋の明かりがあるから本当の意味での暗闇ではなかったってねまあ考えてみれば頭洗ってる時とか目閉じるしダークネス風呂もいいかななんてねこれが入ってみたら楽しいうんちょうど入浴剤の色が真っ赤だったんだねこれがさらにそうかジップロックっぽいえっと まずいな今ピーってなったなえっとビニールで閉じられる袋のあれあれにゲーム機を入れてコープスをやればいいんだよ誰だってそうする俺だってそうする役の美ですえー、今回またコープスパーティーに出させていただいてえー、また奈々ちゃんを。 ができるのをすごく楽しみにしていたんですけどまさかこんなことになるとは思わずに <laughs>、えー、かなり今発汗しておりまして、えー、今日はグレーのケロッと履いていたんですけども。 あまりの発観に色が変色するという事態になりましたえー、皆さんがプレイしているということはきっと私もプレイしていると思うんでまたヒーヒー言いながらプレイしたいと思います皆さんもヒーヒー言いながら何度もプレイしてくださいありがとうございましたはい皆さんどうも黒崎健介役の夜永翼です、えー、ねこうやって再度登場させていただけるとは思わなかったのでめっちゃ嬉しいです <laughs> 何よりも生きてます <laughs>。生きてる黒崎君はあかんじゃった。黒崎君はいいですね。やっぱりなんかね。あのこう、明るくなりますね <laughs>。こうね。コープスパーティーの中でこうちょっと太陽のような存在になれたらいいな。またまた出たいよ。また黒崎を出してください。お願いします <laughs>。 ということで、えー、皆さん最後まで楽しんでください黒 <laughs> 崎健介役の夜中翼でした皆さんこんにちはあ、こんばんはおはようございます、えー、山本美月役の戸松遥ですえっと珍しくホラーゲームに挑戦させていただきました怖いですすごくえっと演じていて 自分もなんかこう本当にゾクゾクしてしまうあガタガタ来てしまう自分は巻き込まれたくないなとこう思いつつそしてこう描写がすごくリアルだったので、あのー、私自身すごくハラハラしながら、えー、演じさせていただきましたけれども個人的にホラーゲームは大好きなのでい、えー、ファンとして、えー、楽しくプレイできたらなと思っております。そしてて、えー、今回ですね私人生初めて ダミーヘッドマイクを使ってですね、えー、声を当てさせていただきましてすごく、えー、アフレコ楽しかったです、えー、そんな怖いリアルなダミーヘッドマイクを使った様相ですね皆様ぜひ楽しんでいただければなと思いますどうもありがとうございましたトマツハルカでした、えー、クリアおめでとうございます <laughs> ふくろいまさと役菊本平です えー、コープスパーティー怖いですよね <laughs> 台本読んだ段階で相当怖かったんですけども、えー、先ほど最終チェックを喫茶店でやってまして、えー、店員さんから変な目でじーっと見られてましたまあだいぶ顔に出てたみたいなんで、まあ、その喫茶店にはまあもうしばらくはいけないかなと思ってますそんな思いを込めた本作ですが えー、まだ怖い思いをしたくなったら、二度三度と楽しんでもらえたらなーと思ってます。ありがとうございました。浦部恵美役を務めさせていただきました。森谷さとみです。お疲れ様です。えー、今回もあの前作に引き続き、あの恵、ー、美ちゃんを担当させていただけて、本当に嬉しいです。嬉しいんですが <laughs> この「コープスパーティー」の台本はあのうちで台本チェックをしている時からもう,もう,もう怖くて怖くて <laughs> あ,のあらゆる音にもう敏感になっちゃってあのそんな状態だったんですけれどもさらに何か今回台本読んでたらあの別の方のセリフでなんか。 あれだけあいつが釘刺してたのに俺はみたいなセリフがあったんですけど「釘」「釘刺す!」みたいなそういうところにまでなんか「火みたいな <laughs> なんか全然関係ないところにまでビクビクしながら台本を読んでおりましたはい、えー、と収録を終えてですねあのまあ恵美ちゃん以外にもくんとあとカナちゃんと演じさせていただいたんですがいやー いやーもうえみちゃんは特に叫びまくりました <laughs> 本当にもう今まで叫んだことがないぐらい叫びました <laughs> はいいやーああとこれでもかっていうぐらいあの、幽霊で笑いましたなんかどっちもエネルギーが必要なんだなって改めて思いましたはい、楽しく演じさせていただきました是非是非これを聞いてくださってるっていうことはですね 作品をやってくださったのかなこれからかなわからないんですけれどもはいぜひ恐怖を楽しんでくださいはいありがとうございましたコープスパーティーをお楽しみの皆さんコンプリートおめでとうございます桐崎東子役の吉田聖子ですえー今収録が終わりまして酸欠になりながらすっごい今フラフラしてるんですけどえー無事に 終わりました、えー、私はすもうホラーだけはどうしてもあの自分の中で見たりプレイするっていうことができなくてこうなんか台本を頂い,いた時に自分で演じて想像してるだけでももうなんかあの眠れなかったりとかすごいこう合っててなんかもう早く早く終わらないかなと思いながらやってました。えー、なのでこのでこコーーーププスパーティーをプレイさされてる皆さんは あの恐怖を楽しむことができる方たちなんだろうなと思います、えー、私の友達にもなんかホラーが大好きな子がいるんですけどその子はやっぱりそのゾクゾクする感覚というかそれがこう楽しいと言っているので私はまだその境地には至れないなと思いました、えー、残念ながら私はまだプレイできてないんですけれどもこの、えー、台本を読んでいてこのコ「コープスパーティー」は えー、シナリオがすごく丁寧に作られているなと感じましたなのでこの「コープスパーティー」は選択肢によってこう分岐点があって未来が変わったりとかルートが違ったり、えー、するゲームなのでぜひ、あのす、ー、全て攻略して、えー、やり尽くしてコープスパーティーの世界を楽しんでみてくださいありがとうございます 大上さやか役のまこです。えっと収録するのも怖かったです。みんなも沙也加のように失禁しましたか。か <laughs> えー、こんなこと言うと事務所に怒られちゃったりして、まあ、えー、可愛くて、やりごたえのある役をできてとっても楽しかったです。ということでまこでした。ありがとうございました。はい、えー、どうもお疲れ様です。 えー、司役の岡本信子ですいやー収録今終わったところなんですけれどもあれですね司君がですねめっちゃかっこよくてですねいやー爽やかなイケメンですごいんですよこれ是非あの <laughs> あのー、好きになってくださいと言わんばかりのですねあの僕の思いがこう演技に含まれていたら嬉しいんですけども。 そうですねこんなにイケメンなんですけどまさかですねあの結構まあ怖い恐怖体験もですね収録中に疑似体験できてですねいや台本をですねもらった時にもう普通に読んじゃいましてですねめっちゃ怖いんですよねあ,れあの人が某あの人が人じ,ゃん人じゃないんですかね化け物が怖いんですよ。 くんが言うには倍司んで化け物なんですけどあのいやよくですねあのまあ今回も死に方たくさんあるんですけど言っていいのか分かんないですけどあのよく敬老員さんはこんなにすごい死に方を考えられるなと本当に感動してしまいますね。僕自身ででですね結構ホラー作品というものは好きででして あのそうですねショッキングシーンなんかも結構割と耐性がある方なんですけど文字面を読んでてですねあの夜中に昨日読んでいてあのすごい背中がゾッとしました <laughs> そうですねしかもゾッとする時に限ってこう家がですねミシッと行ったりするのがですね人の気配とかを感じるのがですねとても怖い時代でございます。はい、あのコーーープスパーティー あのまたですね司くんやれる機会あればいいなとか思いつつですねそれは是非皆さんの応援によってできると思うので是非僕にもう一回司君をやる機会をくださいませ皆さん。えー、本当に収録楽ししかったたでですお疲れ様でした